日本人は本当に理解できない人たちですね。日本の路上で倒れた外国人女性は目を覚ましてびっくりしました。自分が倒れているのに誰も自分のことを気にしてくれずみんな通り過ぎていくからです。日本人の無関心さにとてもがっかりした彼女は帰ろうとしました。その時倒れた当時の状況を防犯カメラで確認した彼女はその場で座り込んで応援してしまいます。 一体彼女には何が起こったのでしょうかお便りを一緒に見てみましょう。こんにちは。私はイギリス人のローズと申します。私は本当に不幸な人です。転換という病気を患っているからです。病気の苦痛より人の前で症状が出るのではないかと心理的に不安なのが一番大きな苦痛です。幼い頃。 友達と遊んでいて、突然倒れて発作を起こした私を見た両親は、すぐに病院に行き、転換があるという事実を知りました。私は、その日のことを覚えていませんが、両親はそれ以来、いつも気が気でない状態です。 私は時間通りに薬を飲まなければならなかったし、少しでも体に無理がかかるようなことはできませんでした。学校の勉強も無理しないように、試験期間中も普段のように早く眠りにつき。 体育時間にも無理な運動や長時間日差しを浴びる状況なら私だけ別にベンチで休んでいなければなりませんでした。幼い頃はそのような状況がとても大変でした。私自身は特に痛いところがないのに他の友達とは違う生き方をしなければならないというのが嫌でした。 それに目立たない病気をみんなが知っているのも嫌でした。ある時、私は学校のキャンプに行くと、だだをこねたことがあります。一度も家を離れて寝たことがなかった私は、 高校生になったので自分で薬もちゃんと飲めるし自分の体は自分で管理できると泣きながら愛願しました。両親は私の愛願にかなり悩んでいました。一方で初めてそのように泣く姿を見て私が発作を起こすのではないかと心配されたようです。 そして、両親が真剣に話し合い、ついに初めてキャンプに参加することを許可してくれました。2泊3日のキャンプに参加することになった私は、本当に人生でこんなに嬉しい日は初めてと思うほど幸せでした。前日、荷物をまとめてくれた母は、 注意事項を書いてくれました。正直、すべて私が今までやってきたことなので、いつもの習慣でした。私は母の言うことをちゃんと守ると約束して、やっとキャンプに行けるようになりました。私がキャンプ参加の許可をもらったというと、私のクラスの友達は、韓国の拍手をしてくれたりもしました。 そのように私は初めて友達と家ではないところで寝ることになりました。キャンプは本当にとても楽しかったです。もちろん、初日にみんなが受けるトレーニングから私は除外されたりもしました。みんなが森に訓練に行っている間、私は宿舎で待っていました。それでも平気でした。キャンプに来れたということだけでも良かったんです。ところがその夜、友達とおしゃべりをして遊んでいたら、 うっかりして初めて薬を飲み忘れてしまいました。実は正直に言うと、友達とおしゃべりをしていて、友達が私に薬を飲んだのかと聞くので、なんとなく雰囲気を壊したくなくて、飲んだと言ったんです。ところが、自分でも薬を飲んだと思ったのか、それ以降も友達と遊んでいて、すっかり薬のことを忘れてしまいました。本当にありえないことでした。 ところが、初めて薬も飲まずに、遅い時間までおしゃべりをしていたのに、翌日は何の異常もなく元気だったんです。時間が経つにつれて、少し疲れてきましたが、他の子たちも皆疲れていると言っていたので、私は本当に愚かにも、自分と他の友達は同じだと思っていたんです。そうして私は翌日も薬を飲みませんでした。 実は、転換は、数年間薬を飲み続け、症状が現れないと感知したという判定を受けるそうです。だから、私もそうやって、今は良くなったのだろうと思っていたんです。 それに、友達と一緒にいるのに、患者のように、1日に何回も薬を飲むのが嫌なんです。ところが翌日、チームに分かれゲームをしていたところ、私が緊張しすぎたのか、その場で、発作の症状が出てしまいました。私は何が起こったのか、わかりませんでした。ある瞬間、私が行動の床に横になっていて、先生たちが驚いた顔で、私を眺めていました。 そして横を見ると他の友達が遠くからみんな私を見ていました。私の症状が出て先生たちが友達を近づけないように遠くに話してくれたようでした。私はとても驚いたし本当に死にたいほど恥ずかしかったです。そしてなぜ薬を飲まなかったのか。 後悔が押し寄せてきました。その日以降、学校で私を見る友達の視線が変わりました。私から話だけ聞いていて、実際に私の発作を初めて見た友達は、とても驚いたようです。私もやはり友達に会うのが恥ずかしいので、しきりに顔色を伺い、避けるようになりました。そして、ますます学校に行きたくなくなりました。両親も私が友達の前で、 そんなことを経験したということに、かなり心を痛めていたようで、結局、学校を自主退学することになり、私は家で、家庭教師から授業を受けることになりました。私はますます外出せず、家にだけいるようになりました。人に会うのも嫌だったし、すべてのことに腹が立ち始めました。そうするうちに、中国にいる姉が、 休暇で家に帰ってきて、今までの話を聞いて、とても悲しんでいました。そして、自分と一緒に中国に行くのはどうかと話しました。両親は、急に環境が変わったら、私がもっと過敏になって、症状がひどくなりそうだと心配しましたが、だいぶと断絶して、何もしていないよりはマシだと思うようになりました。 そして、姉と中国に行くことを許可してくれました。私は外に出たくなかったのですが、私を知っている人が誰もいないところに行くと思うと、数ヶ月ぶりに気分が良くなりました。私はそうやって姉と一緒に中国に行きました。実は私より姉の方が緊張していたようでした。飛行機でも私の手をぎゅっと握っていましたし、私が緊張しすぎるのではないかと思い、 空港でも人の多いところで赤ちゃんの世話をするように私を手伝ってくれました。私が久しぶりに気分が良くなったからか。普段なら私の面倒を見てくれる姿を見るのもイライラしたはずなのに。 姉のそのような姿を見るのも面白かったです。中国で生活し始めてとても幸せでした。また外に出たという興奮とときめきが良い刺激になりました。姉は中国でフリーランスとして働いているので、いつも私と一緒にいてくれることができました。週に一度だけ会社に出勤しなければなりませんでした。 姉が出勤するとき、私も一緒に出かけ、姉の会社の1階にあるカフェで、姉を待っていました。ところが、本当に特別な理由もなく、とても気楽に過ごしていたんですが、急に発作を起こしてしまったんです。目を開けると、以前のように周りに人がいて、姉は私を掴んで泣いていました。ところが、私の意識が戻り、周りの人たちを見た瞬間、 とても大きな衝撃を受けました。人々が私の写真を撮っているのです。私が目を覚ますと、気がついた姉は、周りの人に写真を撮らないでと、叫び始めました。それなのに、中国人は全く聞く耳を持たず、私の周りを丸く囲み、私を動物園の動物を見るように、見物をしているのではないでしょうか。私は、その日の衝撃を、未だに忘れられないでいます。 しかし、もっと衝撃的なのは、その緊迫した状況で、財布までなくしたということです。椅子から転んでカバンが落ち、その間に誰かが財布を持って行ったようでした。姉は警察に通報し、当時のカフェの防犯カメラを確認することができました。私は、発作を起こした時の様子を、初めて見ました。その姿は、とても衝撃的でした。なぜ人々がそんなに驚いて、遠く離れるのか、理解できたんです。 そして、さらに驚くべきことは、そんな状況でも、私の財布を盗んだ人がいたということです。カバンが落ちて財布が飛び出し、それを見たある男が、自然に財布を持って出て行ったんです。 その後、みんな遠く離れて、私の発作の様子を見ながら動画を撮っている姿は、まるで悪魔のようにも見えました。姉もショックを受けたようでした。そしてその日、姉は私をこれ以上中国で住まわせることはできないと言いました。姉も一国を争う状況で現れた、あの中国人たちの姿を見て、かなり失望したようでした。ところが不思議なことに、私が外国まで来て、そのようなことを経験して、 もっと強くなったような気がしました。私は姉にイギリスに行かずに日本に私一人で行ってみると言いました。姉はいきなりありえない話をするなとびっくりしていました。でも実は私はいつか日本という国にぜひ行ってみたかったんです。友達と遊ぶ時間より一人でいる時間が多かった私は、 日本のアニメが大好きでした。日本人たちがどんな人たちなのかはわからないんですが、アニメの中では優しくて親切だったんです。だから日本に行ったら平和で楽しいだろうなと思ったんだと思います。それでも私が飛行機に乗って外国に行くことはないと思っていたので、ただの夢のような話に過ぎませんでした。でも、こうやって中国まで来たので、私の本当の願いも叶えたいと思いました。 それ姉に打ち明け、両親もどうせ私ももう子供じゃないから、一人で乗り越える方法を学ばなければならないといい、私の日本旅行を許してくれました。 私が自分で外国に行くと言ったこと自体に関心しているようでした。それで私に全て任せてくれましたが、いろいろ心配な母はかなり泣いていました。そうして私は何も知らない日本へ一人で行くことになりました。日本の空港に到着し、私は椅子に座って、ゆっくりと心を落ち着かせました。すると、日本人の職員が近づいてきて、私に不便な点はないか尋ねたんです。 私はただ少し休んでいるだけだと話し、職員は何かあれば自分を呼べと言いながら近くで他の人たちの手助けをしていました。親切な職員のおかげで私は気持ちがもっと楽になりました。そして私はまだ日本という国を経験したこともないですが気に入り始めました。私は予約したホテルにつき家族にちゃんと到着したと連絡をしました。 そして、綺麗なホテルの写真も見せてあげました。その日から、私はホテルの近くの公園の散歩で1日を始め、少しずつ歩く距離を伸ばしながら、タクシーに乗って、日本を見物しました。でも、日本人は私がアニメで見たものとは、ちょっと違ったんです。みんな自分のことだけに関心があるようで、他人には全く関心がないんです。地下鉄で、おじいさんが女性の服を着て乗っていても、誰も笑ったり、 興味を示したりしないんです。日本人は本当に冷たい人たちだと思うようになりました。ところが私が帽子もかぶらずに暑い中をしばらく歩いていたところまた発作を起こしてしまいました。場所はカフェの前にある道の上でした。数百人ほどが通る道路の上で倒れたんです。想像するだけでもゾッとします。でも不思議なことに私が目を覚ました時周りにはたった一人の男性しかいなかったんです。 私は一瞬、日本人は本当に他人のことには無関心だと思いました。そのうち、幸いにも一人が私を支えてくれて、怪我をしないように見守ってくれました。その方が支えてくれて、私はすぐ前のカフェに入りました。中国のように取られたものはないか気になり、またどんなことが起きたのか見るために、 カフェの店員に頼んで、防犯カメラを確認しました。私は映像が終わる前に涙を流してしまいました。映像を見ると、道を歩いていた私は、急によろめきながら倒れ、横を通っていた男性に向かって倒れたんです。その方は、私が怪我しないように道に寝かせてくれて、私の頭を横に向けてくれました。 その後、すぐ道を通った人々は集まって、私の靴を脱がせ、服のボタンを外してくれたりしました。 そして、数人が私を囲んで、通り過ぎる人たちに見ないで、早く通り過ぎるように誘導していたのです。そのように、私がだんだん意識を取り戻し始めると、その人たちは、見なさってしまいました。結局、私を支えてくれた男性の方だけが、最後まで残り、私のそばにいてくれたのです。私が急に涙を流すと、その男性は驚いて、まだ具合が悪いのかと聞きました。 私は自分が涙を流した理由を話しました。男性は微笑みながら当たり前のことをしただけなのであまり感謝しないようにと言われました。そしてカフェのオーナーさんもやはり大丈夫かと心配しお茶代を受け取りませんでした。私は今まで日本人のことを誤解していたようです。日本人は他人に興味がなかったのではなく思いやりのある人たちだったのです。 他人がどんなことをして、どんな姿であれ、その人を見て、ひそひそ話をしたり、中国人のように、礼儀なく写真を撮ったりしませんでした。困った人たちや、助けが必要な人を見ると、自分のことのように、皆が駆けつけて、最善を尽くして助けてくれたのです。そして恥ずかしくないように、何事もなかったかのように、そのまま行ってしまったのです。 自分たちの行動に対する報いも望んでいませんでした。私は今日本で暮らすためにイギリスで準備中です。私の家族は皆日本で私が経験したことを語りながら日本は本当に良い国であり、いつも感謝していると言っています。これからの私が日本で幸せに生活できるように応援してください。ありがとうございます。